免疫力を高めてそれから免疫の働きを邪魔しているものを抑制するというような治療法をやっていくわけですが、えっとまあ、そういったことで実、えっとまあ、験例の一つとしては、えっとまあ、進行性のです、ね、ステージ4の肺がんの患者さんたちに、えっとまあ、免疫細胞療法それからハイパーサーミア、まあ、これを通常の治療にプラスアルファして通常の治療法はそれぞれの CG の先生のところでやってますから。 それにプラス我々のところで免疫療法やハイパーサーミアをプラスアルファするわけですけどそういった人たちを、まああのまあえっと、約あの70人くらいですねあの、うん、集めてます、うんうん、76例ということでそれで、まあ、実際にその人たち何回くらい、まあ、あの免疫療法やったかなっていうと、まあ、あのたくさんやった人もいるあの、まあ、免疫例の。 投与の回数ですけど、まあ、中央値は6回でですすこののスタディクのですねそしてまあ入れた細胞はこういう細胞が入っているということで、まあ、NK 細胞を中心に他のプラスアルファの細胞あと樹状細胞もあのまあ入ったりしています。患者さんによって樹状、えっと、細胞はあのまあ49例で入っているだけですけど NK は7六例十、まあ、4例に入っています。それで じゃあその人たちはハイパーサーミアを何回くらい受けたかなっていうと大体まあ、えっと、中央値で10回ということであの10回くらい受けていると。でまあそういった患者さんたちがどんなふうになったかっていうと、えっと、このまあ赤い線ですね赤い線がハイパーサーミアと免疫細胞療法プラスアルファしたステージ4の人たちですけれどもえっとまあ,あの通常のまあ5年生存率が 約20ありますからあのヒストリカルな通常の,あのまあ状況ですと5年生存率はステージ4だとまあ7%くらいなのであの非常にねいいあのサバイバルのパーセントかなというふうに思いますしあとは50%の人があのまあえっと生きている生存期間の中央値っていうのが通常ですと10ヶ月くらいなのが20ヶ月くらいということで。 やはりまあプラスアルファで環境を整えてあげることで効果はずっと高くなるのかなと、まあ、面白いのは初めはあんまり差がつかないんですね数ヶ月間の間はそれがだん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 差がついてまあ,あの、まあ、えっと約3年くらいのところからは20%横ばいになると、まあ、ある意味ねあのオプチーボウも3年くらいのところからあの20%横ばいでしたからこの人たちは一切オプチーボを使った人いらっしゃらないのでまあ あの、えっと、比べている人たちが違うので、厳密なことは何も言えないですけど。まあ、似たような現象はいろいろ見られるということで。あの、オプチーポートを合わせてやれたら、もっといいのかなというふうに思いますし。三年製造できたら、とりあえず抜けられる可能性があるってことですね。そうですね。この三年経っても下がっていくのと、横のと。 そうですね、オプチーボーでも言われたことですけれども、まあ、あの同じようなオプチーボーとやるとこっち免疫力上がるので逆に生き残っても副作用が結構きつそうです、ねまあ、そこはねあの本当に <laughs> あの表裏で生存率は高くなるけど副作用が出てきて、えー、うんその副作用を制御するために。 えっと、場合によってはステロイドは何かを使わなくちゃいけないから、うん、もしかするとこの免疫の、ね、効果は下がられちゃって、はいうん、高くなるはずのがどうなるかっていうことはやっぱり見てみないとわからないと。副イスそうですね<ー>ですから本当に表裏の感じで、えっとまあ、難しいなと思います。えーはい